カキン、マジ痛いんですよ。つかきん、ほんと痛いので、皆さん慎重に触ってください。中にね、ほんとビー玉みたいなのが入ってる感じなんです。入ってますね、なんか。ほんと入ってるでしょ。痛い、松田先生。膝の裏が痛いっす。なんでですか？なんでだろう。これは、つかきんを治療しないといけない。はい、松田健太です。どうもありがとうございます。今日ですね、痛みのなすヒントあたり、相手を治療科のあたりお届けしようと思います。はい、皆さん、今回ですね、寸劇からスタートしましたけども、はい、膝の裏が痛いとかね、膝が伸びきらないとかですね、あとは、膝治療しても治療しても治療しても、例えば股関節治療した、足関節も治療した、でもなんか膝の裏が違和感があったり、膝がなんか伸びきらない感じがあったり、あとはですね、膝の裏に痺れがある、足底だけに痺れがある、結構こういう症状ないですか？で、これは何かって言ったら、もしかしたらこのひつかきんの部分を治療しないといけないかもしれません。で、このひつかきんって何かって言ったら、この膝の裏のですね、一番下にある筋肉です。脛骨のですね、いわゆるこの内側、膝の内側から太ももの外側まで伸びている筋肉でして、いわゆるこう、膝を曲げる筋肉の中で一番膝の奥側にあります。この筋肉はですね、どんな役割なのかってまだ解明されてないんですよ。実際このでっかい筋肉とかっていうのは表層にあるんで、こんな風に動くんじゃないかって言われてますけど、ひつかきんっていうのはこんな風に膝を曲げる筋肉なんじゃないか、いやいや最終伸展でロックする筋肉だとかですね、いろんなことがまだまだ言われてる筋肉で、結構不思議な筋肉なんですよ。ただ結構太さもあってでかさもあります。なんで何かしら役に立ってる。で、私も臨床上このひつかきんを狙って治療していくと、膝の痛みがスパッと消えたとかですね、この足底のしびれが抜けましたとかっていうこと結構あります。なんでこんなことが起きるのか、で、なんで先生が膝の痛みでこうしつかきんを狙わないといけないのか、ここをですね、今回は徹底解説していきたいと思いますので、ぜひね、この動画最後に見ていただければと思います。では本編いきましょう。はい、でですね、実際にですね、しつかきんのまず解剖学からね、皆さん知ってほしいなと思います。で、そこからなんでしつかきんを治療するのかって話にいきますね。実際こんな風にちょっと行きますけども、はい。で、ちょっとこの右足で説明しますけど、膝って大腿骨と頸骨と腓骨ってあってね、で、実際にこれは骨だけボンって出すとこんな風になります。ですか、こんな風になってます。で、膝のですね、ひつかきんどこにあるのかっていうと、このですね、頸骨の内側にべったりついてます。だいたい指2本分ぐらいの大きさですね。で、ここからギューッと細くなって1本指ぐらいになって、この膝の外側についてますね。なんでこんな走行してます。こんな風な動きしてますね。なので基本的には膝を曲げるっていう筋肉、曲げる時にギュッと使われてるんじゃないかっていう風に言われています。ただですね、つくのがですね、この付着部がこの人体の結構下とか上とか言われてますけど、結構下のことが多いと。なんで本当にね、こう人体よりも下にある筋肉ってあまりないんですよね。この下をめくっていってこの辺までついてると。で、今回考えると、このちょっと難しい話しますけど、膝をですね、曲げたり伸ばしたりする軸がここにあるんですね。軸がここにあると。で、この軸よりも前に筋肉ついてるから、いやいや膝を伸ばす筋肉なんじゃないかとかね。だってこんな風に引っ張りますからね。こんな風に筋肉が収縮すると膝を伸ばす方に働くんじゃないかとか、いろいろ言われてる筋肉ではあります。ただ、まあ私がまあこう走行だけ見ると、膝をこういう風に収縮する、筋肉が短くなることで膝が曲がるっていう筋肉じゃないかなっていうのは私は思ってます。はい、このひつかきんなんですけど、まあここにね、ひつかきんこうやってついてるんですけど、このひつかきんの上に何があるのかっていうのが分かると、膝のですね、いわゆる下にあるしびれとか足底のしびれだったりとか、膝の痛みで何治療しないといけないかが理解できてきます。ひつかきんの上には何があるのかって言ったら、脛骨神経、足の下まで伸びている神経、足の裏側まで伸びている神経、あとは頸骨動脈と言いまして、足の下まで行く動脈、そして頸骨静脈って言って下から戻ってくる静脈、全てがここのひつかきんの上にあります。そして上にあって、そしてその上側に腓腹筋っていう膝のこの今皆さんこう触っているふくらはぎの筋肉がベタッとついている状態です。で、本当にこのひつかきん、腓腹筋の間に頸骨神経、頸骨動脈とかが走っていると、これが膝の裏でギュッと圧迫されて足にしびれが出る。これがいわゆる正座をした時に足しびれてきますね。あの現象っていうのはこのひつかきんの上にある頸骨動脈を圧迫して足の底はしびれてるって状態が起きる。いわゆる血が止まった後って血がこう流れ出すと急にしびれるんですよね。あの状態っていうのが虚血状態ですよね。あれがしびれになってる。
で、この皮下筋がですよ、もし圧迫をする、皮腹筋もギュッと圧迫をしている状態になると、血流止まっちゃうじゃないですか。血流が止まっちゃうと何かって言ったら、筋肉が疲労しすぎる、筋肉が硬くなりすぎて何が起きるかっていうと、血流を止めちゃう。血流を止めちゃうと何が起きるかっていうと、足の底が正座をした時のように痺れ続けてしまっている状態。なので何をしないといけないか、足の底のしびれ、ふくらはぎのしびれに関して、もしかしたら皮下筋を治療してあげて、この圧迫を取ってあげたら血流が戻ってしびれ抜けるかもしれませんね。そして皮下筋っていうのはここの曲げる筋肉って言いましたね。曲げる筋肉の中でも一番関節に近いので、こんな風にずっとこの筋肉硬くなっちゃうと膝を曲げっぱなしになります。曲げっぱなしになると、まあ膝のね治療の動画で出したんですけども、膝が曲げっぱなしになるとここにですね、どん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 圧迫を加えちゃいます。こんな風にそうすると膝が脂肪体とか滑液法だったりを圧迫しちゃって膝の炎症が起きる。そしてなんか膝が伸びきらないっていうのが、いわゆる曲げる筋肉ですからね。この曲げる筋肉の膝下筋が硬くなりすぎてると膝が伸びない。そうすると関節に負担もかかってくるし、膝自体も負担かかってくる。そして筋肉自体も伸びきらないから安定しない。膝っていうのは基本的に伸びることによって靭帯が緊張してきて安定します。だからこれが曲がりっぱなしだと靭帯もふわふわになってしまって関節に負担をかけちゃうんですね。なのでこの膝下筋ってやつを治療してあげることで、膝もしっかり伸びてきて安定する。そうすることによって靭帯とか筋肉への負担も減ってくる。そしてその上にある動脈とか神経自体の圧迫も取って、足の底のしびれも出て改善してくるね。なのでここですね、膝の裏にはですね、皆さん夢があります。もう一回言いましょう夢があるかもわからないけど、もしかしたらみんなが困ってる症状っていうのは、膝の痛みとか足の先のしびれとかっていうのは、もしかしたら膝の裏から来てるかもよってことですね。だからここしっかり治療できることで、本当に改善できなかった方だったりも、ね、ガン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 改善できる可能性高いですから、ぜひね動画見て治療やっていただければと思います。では実際に治療テクニックいきたいと思います。はい、じゃあですね、実際治療テクニックやっていきたいというふうに思います。膝はですね、まずさっき言った通り曲げる筋肉になります。内側について外側ですね。なんで膝を曲げてみてください。膝をまず曲げてみると、こうシワがありますね。シワがあります。でシワがあるところのちょうど3等分ぐらいしてください。3等分ぐらい、こんな風に1、2でこう3等分ぐらいします。真ん中と内側と外側で、この3等分のうち3分の1の部分のところ触ってください。シワのところのうち3分の1のところ、ここからですね指1本分ぐらい下に降りたところ。え、どうしたの？本当にね、あの膝下筋って皆さん覚えてください。膝下筋マジ痛いんですよ。膝下筋本当に痛いので皆さん慎重に触ってください。今びっくりしたでしょ。痛い痛い言ってたんですよ、やる前から。痛いからねって言ってたんですけど、そのぐらいの痛みにびっくりしてます。一瞬寝てて起きたのかな。あおお、なんじゃみたいなね。本当に痛いんですよ。自分で触ってみてもいいです、ね、ここの部分が起死、あ、起死じゃなかった、脛骨についてる部分、ここです。岸は僕です。でこの岸さんねしっかり岸さんだけど、ね、岸停止っていうのね。で大腿骨側が あるんですけど、大腿骨側はあんまり触れないので、まあ大体ここから膝もう一回曲げてもらって、外3分の1の部分ですね、の部分から指1本分上のこの裏側ぐらいにあると思ってください。こんな風についてるっていうイメージです。はい、でこの大腿骨の外側に回ってるんですけど、ここに長径靭帯のこう裏側に入り込むので、まあ、外3分の1のところの一押し上のところ、この辺ぐらいまでこう伸びてんだなっていう角度だけ見ててください。治療するのは膝のシワの3分の1内側のところの一押し下側、いわゆる筋腹になってるところですね。でここを治療していくんですけど、ちょっと治療のポイントがあって、うつ伏せで、ね、寝てもらった状態で膝をね伸ばしてやっちゃうと、これ皮腹筋っていうこのでっかい筋肉が緊張しちゃうんですよ。あの大腿骨のとこまでついてるんでね、実際緊張しちゃうと触りにくくなっちゃいます。なんでこれだとね触りにくいんですけど、これ曲げてあげると皮腹筋が緩んでます。緩んでる状態、そうすると膝の中の筋肉が触りやすくなります。膝のシワのちょうど内側3分の1の一押し下、ここをこうぐっと触ってあげるとわかります。でも絶対力弱いって分かる。いや本当にこれぐらいですよ。本当にこれぐらいです。本当にこれぐらいです。筋トレしてるみたいな。
これを本当にギューッとするマジで痛いです。びっくりするぐらいで、ちょっと若干ねこう外旋してあげるとかねしてあげた状態ですけど、これなんですよ。ケイさんちょっと触ってみてくださいよ。実際のあのシワね、シワがありますの3分の1内側の内を下、はい、ここにコリコリしたのがあるんですよ。はい、これこれ、はい、コリコリしてます。これです、コリコリしてます、これです。はい、私より絶対岸さんの方が強く触ってます。これコリコリしてますよね。これです、これなんですよ、これこれです。本当にびっくりするぐらい硬いです。はいですね、これです。やだね、はい、この筋肉が硬くなってるんで直接これこうほぐしていってもいいんですけど結構痛いんですよ。なのでこう膝を曲げる角度変えてあげてください。ただ触りにくくなっちゃうのである程度ちょっと伸びた状態からまず直進してコリコリしてます。これをこう膝曲げてダーってあげてください。はい、で痛すぎる場合はですね体も悶絶しちゃうのでタオル1枚挟んであげたりしてください。ですか、私はします。でこのままですねどうやってするかって言ったら、直接触るっていうのは上からねこうやって皮腹筋をこうかぶせてこんな風に治療してあげてください。直接こうゴリ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 ってしてもいいんですけど、ここぐーっと上から下に上から下に膝の方にシワをつくようなイメージで、はい、全体まんべんなくこう中にね本当ビー玉みたいなのが入ってる感じなんですよ。入ってますね、なんか本当入ってるでしょ。ね、入ってるんですよ、ほんと入ってるのをこれをこうちょっとずつビーダーの皮を剥いでいくようなイメージですね。はい、でやってあげてください。であまりにも痛い場合はこうやって外側に開いてあげたりするとちょっと動きだったりとか、こういうふうに内側にしたりとか、人によって変わるのでこの角度、股関節の角度を変えてあげたりしながら治療してあげてください。でゆっくり本当に治療をして、で下の方にシワやったりとか円を変えてみたりとか、いろんな風に試行錯誤してやってると、なんか本当にこう変わって同じ方向からやってるみたいだけど、こうやって違うとこからやったりとかするとなんかちょっとずつめくれてくるじゃないですか。あのイメージで本当にこう緩めてやってみたいな。ちょっと壊します。でいう感じでやってあげてください。まあ大体これはほぐれてくるまでしっかりやっていただければなと思いますけど、まあ大体ね30秒から1分間ぐらい緩めてあげてもいいかなというところです。まあこういう風にやっていただくんですけど、ね、こうで結構ね触りに行ってる場所わかんないとかもあったりしますけど、私がやってる疼痛症カレンジ PTC っていうんですけど、その中では目線カメラ使いながら目線どこ触ってるのかってわかりやすかったりとか、あとは今日話した内容とかをねスライドを使いながら説明してるのでわかりやすくね覚えることもできますので、もしね興味があれば初月30日間無料で試すことできますし、あと教科書とかもですね発行させていただいてます。なのでぜひね興味があれば下の方の概要欄に貼っておきますので PTC ぜひチェックしてみてください。はい、あとね今日膝の治療やってますけども、膝のね教科書も無料でダウンロードできるようにさせていただいてます。それ以外にもですね神経治療だったりとか腰痛の教科書もですね一緒にダウンロードできるようになってますので、ぜひね下の方からチェックしてみてください。はい、でまあこんな話をしながら今1分間ぐらい経ってますから、この状態でやっていくと、まあ、さっきよりもでも楽じゃないですか。あ、楽になってきましたね。やってあげると分かるんですけど、で本当にこの高血っていうかビー玉がなくなるぐらいまでしっかりやってみても全然いいです。本当に5分ぐらいかけてやってみる時もあります。膝が本当に痛い方で戻りが激しい方とかは、で膝が痛ければ痛いほど悪い人で悪いほどここのビー玉がでかくなってるっていうイメージで思ってください。やってあげると結構抜けてきます。さっきよりも楽だよね。あ、なるほどね。さっきよりもちょっと膝触ってみてください。はい、ね、触ってみるといいんですけど、ああ全然違う、ね、抜けてきますよね、はいはい、こんな風に抜けてきますから、これでね治療してみると、でやってあげたとか患者さんとかがなんか足がなんか血が通い出したとか、なんかドクドクドクってなんか流れ出したとか、なんか熱くなってきたとかね、血管が流れ出したような感じを感じることが結構多かったりもします。あとなんか痺れがなんか楽になってる感じがするとか、終わった後とかに血流がしっかり流れ出して歩く時がすごく歩きやすくなった、膝が伸びやすくなったって方も結構いらっしゃいますんで、ぜひね膝が痛い方とかで腓骨筋がですねやっぱ悪い方って結構いらっしゃるんですよ。なのでぜひねこういう時は腓骨筋剥がしぜひねガン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 やっていただければなと思います。ただね注意点として本当痛いのでタオル挟むとか患者さんに確認しながらぜひね進めていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、じゃあですね今日はここで終わっていきますけど、今日の話ぜひねよかったらチャンネル登録してですね毎日しっかりチェックしていってください。1日15分ですからね、しっかり見るだけで1年後全然違う結果になってますからね、ぜひね1日15分しっかり見てみてください。あとねチャンネル登録してもらったらコメント高評価いただけるとですねすごく励みになりますし、アウトプットすることで一番インプットになりますから、ぜひねチャンネル登録コメント高評価いただければ嬉しいなと思います。あとテクニックの中でも紹介しましたけど、解説の資料ですね下の方からダウンロードできるようになってますし、あとね PTC っていうね疼痛症カレンジ
30日間無料で試すことができますが、そちらの方もね、ぜひね、今日試していただければなと思います。はい。概要の方もぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。いや、痛かったね。痛かったっすね。いや、でもこれは、ちゃんと治療した方がいい。ガチなやつよ。ガチなやつ、ガチなやつ。悪いっすね。将来歩けなくなっちゃいますね。将来、いや、将来とかじゃない。もう30年後です。もう近いよ。こっちも痛くないですか？痛いっすね。もう膝痛の人の痛くなるところ全部痛い。あ、なんか質問ありますか？あ、はい、はい。ここ最近、剥がし系やってるじゃないですか。剥がし系男子ね。はい。はい、あの好評なんですけど、好評ですね。はい。でコメントの中にも、うん、実際やっぱり松田さんのおっしゃってるように、うん、あの痛すごく痛いけど楽になりましたっていうコメントが結構ワンサが来てるので、そうですね、すごいですね。嬉しいですよね、はい、筋肉ってこうくっついちゃってるんで、違う組織とこれ癒着って言うんですけど、癒着が原因で高血が起きたりとか痛み起きたりしびれ起きてるんで、まあ、剥がさないといけない時ってあるんですよ。ただ順番があって、最初の初回の患者さんに急に剥がしちゃうと、もうあの、来なくなっちゃうので、徐々に普通に筋肉とかの治療をやった上で、それでも効果がない。例えば、膝であれば大臀筋とか、あの、皮腹筋とか、後脊骨筋とか治療した上で、それでもやっぱ効果出にくいなって時は、この、剥がし系のやつやってみると効果的かなって気がしますね。順番だけ間違えないようにしてもらったら、すごく効果的だと思いますね。最初から一発目で必殺技ですってやったら、あの、患者さん痛くてもう来ませんってなっちゃう。一回でも受講生でなんか泣いて帰った患者さんがいたって言ってましたね。じゃあ一発目はそんなことやっちゃダメで、はい、あの、普通に筋肉、筋膜系やっただけでも全然いける方いるけど、それでもダメな時は剥がし系でやるっていう感じで、やっていただいた方がいいかなって気はしますね。はい。でも効果大ですからね。ぜひ。効果大、リスク大。でもね、効果本当に大なんで、どうしてもリスクを負わないと何か手に取れない時あるじゃないですか。ね、治療効果入れない時は。まあそういう時はやってみてもいいけど、患者さんの説明だけしっかりやっていただきたいなって感じですね。だからそこも治療家さん次第というところですね。そう。やっぱ治療家の方が説明を怠ると、ちょっと痛くなったとか、ぶり返したとか。もう先に言っとくと全然違うんだよね。ぜひ説明だけしっかり。剥がし系。剥がし系男子になりたい人は説明も上手くなんでダメですよ。わかりました。ということで、剥がし系チェック。